サブチャンネルの動画探してたら、あの YouTube の人のあのおすすめみたいなの探してたら、うん、いっぱい作ってるのもいますね、うん、多分、数えられないぐらい、うん、とりあえずいっぱいの出して、うん、って言った、うん、メインはほとんど使わない人ってまた言ってますね、うん、メインだけ作る、なんか話聞いたらメインチャンネルは自分のチャンネルを作らない、うんうん、で置いといてサブチャンをメインとして使ってるから、ここは母体としてやってるけど、ここが営業してるって言って、うん、でまたサブチャン作って、ここのこっちにやってるから、ここは使ってない、ここ使っちゃうとなんかいっぱいになっちゃうから、いっぱいに、でもメインが置いとくと、ここは全部ここにリンクさせれば全部にいけるから、作っておいて、ここを置いとくと、ここからこう行ってもどこにでも行けるけど、ここにサブを作っちゃうと、違う、ここに1個サブでここをメインにしちゃうとサブが伸びなくなる、結局ここに引っかかるから、メインに引っかかっちゃうけど、メインがなければ次に飛んでくれるけど、メインにがいっぱい作ると、メインからいっぱい作るとダメだ、だからメインは置いといて触らないで、サブだけをどんどん増やしていく、そう、枠乗りチャンネルってなんだけど、結局サブ、サーフィンの時はサーフィンでも全然違うからね、そう、サーフィンの時はね、いい顔するんですよ、さっき言ったけど、サーフィンはもうね、一番好きなスポーツだからさ、ね、楽しい、波に乗ってる時一番楽しい、うん、今日撮ったんですか、でかいの乗ってる動画、それが途中で電池切れやがって、で UJ さんも途中で切れちゃった、でちょうど粕谷修二のプロの会って、あ、そうなんですか、うん、で、ユージさん知り合いだったと、たまたまで、修二さんは何のこと言って、えっと思って、修二って粕谷修二じゃねえのってこと見てたら、粕谷修二だったから、これはちょっと取らなきゃと思って、ユージさん、カノン入ってませんでした、カノンは入ってないから、カノン入ってないです、カノン向こうですよね、うん、そうそうそう、今日、昨日かダメだったんですよね、あ、そうなんだ、あ、そう、5位かなんかで入れなかったの、上に、で、粕谷先生、確かカノンの先生ですよね、うん、カノン教えて、あ、そうなんだ、修二が、そう、へぇ、修二が、うわ、はい、知り合い、お友達の、本当に、うん、ずっと、結構、ずっとっていうか、あの別、ね、クロースじゃないけど、あの、うん、別に、見たら向こうからも声かけてくれる、普通に、修二さんって、何者なんだったのみたいな感じで、本当びっくりしちゃった、年1個したかな、修二がね、多分、そう、かな、うん、そう、そう、同じ。彼が結構もう早い時点であのプロサーファーになってたじゃないですか、もう僕がもう始めた頃の時はもうすでにプロになってたから、うわこんななりてえなーって、でもビデオもないし本しかないんですよ、粕谷修二の本しか、うん、当時はね、その話、あ、そうだよ、ね、当時そんなことにしかなかったもんねって話して、で、まあいろいろ話して、宮崎の話とか、まあそんなにそうだねって言っていろいろね楽しくて、でじゃあ一緒にいいですかって、なんかパカパカしないから、まさか、まあ見てないかわかんないんだけど、まさか、まさかやっちゃってるのか、これみたいな、電池がなくて2人とも取れなかったってやつですか、わかんない、ユージさんはギリギリ取れてたんじゃないかな、あれ僕の、うん、あ、僕のは取れたね、でも、僕はあのボードの先についてるので、こうやって、うん、2人でこうやってたから、うん、うん、枠さん入ってない、枠さん入ってないや、もし入ってたら上に行ってください、ん、売りますか、いくらで売る、粕谷修二と一緒に写ってたら、修二はね、昔から日本人離れしたライディングして、うん、あの大きなマニューバーの人だったから、うん、桑田高夫とかね、あの頃ね、そうそう、幻やと、ね、高夫と修二はね、いつも一緒につるんでた、うん、あ、そうなの、千葉で、あと関の、あ、関のなんだっけ、サトシと、関のサトシと、あの、お兄ちゃんと、僕、千葉です、千葉の北、うん、千葉のどの辺なの、千葉の市川市っていうところなんです、うん、だから、でも結構市川ですよね、そうです、東京と隣り合わせ、ね、うん、そう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 、うん、年中、市川に仕事で、あ、そう、行ってる、今だいぶ開けましたね、あ、今でも市川でしょ、あと成田とか、うん、町の方面も結構行くんですよ、僕、調布なんで、あの、どっちも行けるんですよ、東京の真ん中なんで、右に行くと江ノ島、鵠沼、でもよく行ってたのは、真鶴の方、ああ、真鶴ね、吉浜っていうところなんですけど、真鶴の1個先、あ、吉浜はね、なんか聞いたことあるわ、で、千葉に行くっていうと、もうちょっと千葉の上の、へばら、
うん、あ、じゃあ、うん、今、僕は平原がホームポイント。あ、そうですか、うん、夏みたいところ、うん、あそこの動画は何本か上げてるけど、あ、動画上げるために、ね、波がちっちゃいんですよ。いつもほら台風とかですごいけど、僕ヘバラ好きだった。いや、ヘバラ好きいいっすよ。波ちょっと分厚いし、水青いし、うん、浜砂浜も白いし、めちゃくちゃ綺麗なんですよね。御宿ヘバラは綺麗ですよね。御宿、うん、は割とね、小ぶりなんだけど、うん、ヒットするとめちゃくちゃ綺麗、ね、綺麗だった。あとで大原ぐらいからは砂がちょっと汚くなる。そう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 、汚くなる、汚くなる、生臭い匂いみたいな、ね、うん、そう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 。御宿から下行くとどん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 ね、ちくわでも鴨川でも綺麗、ちくわ入ったね、和田とかね、和田、あとはもうちょっと下がると、あの南房総のあのあそこなんだっけ、なんだっけ、あそこ南房総のあの南なんとかフラワーラインっていうところ、あれじゃないですか。佐賀でもそこまで行かなかったかもしれない。いや、絶対閉鎖裏、閉鎖裏ね、はいはいはい、ね、台風になると過ぎ去ったとかスキーじゃないですか。あ、そこも入ったけど、まあ、でもやっぱりヘバラが良かったな、僕。うん、ヘバラ良かった。あそこで僕ね、地下にサージオンっていうサーフショップがあるんですよ、うん、ヘバラのチームライダーがいっぱいいるわけ、で僕の頃はね、あのヘバラの子たちじゃん、もうみんなパンチパーマかけてる。パンチパーマ、マッチロックで、あ、すごくない、すごいすごい怖い怖い。あ、そう、うん、で漁師が多いからね、うん、あの分かる、海荒れて海出れなくなると、もうみんな海入って。あ、そう、うん、千葉のサーファーってあれですよね、花柄のウェットですよね。あ、僕はもうそういう花柄になる頃は多分いなかったと思う。僕行ったじゃないですか、東京から。で、うん、夏なのにみんな花柄の上ときてるんですよ、こういうの。うん、で、花柄なんだ。で、あ、疲れたっつって上がってきて、こう海の上じゃないけどちょっと入ると、あのヒール履いて、でももう若い時からサーフィンやってくる。サーフィン楽しいですよね。楽しいか、ね、何が楽しいって言われると難しいんだけど、僕は波に乗らせないってのもある、うん、っていうの、自分が乗るんじゃなく乗せてもらって、うん、上からこう通った時がなんかふーっていう、こうなんか自然と声が出る、うん、ね。ただ僕の場合はショートで始めたんだけど、なんか乗り方がロングみたいでちょっと違うのかなと思ってロングに変えたら、あ、僕はこれだったんだっていうのが気がついた。だショート乗ってても高いところからまっすぐ降りてきて上がって横にシューってのが好きだったから、そうなんだ。だからパタパタやんなかったんで、うん、なんかこうパーンとかっこいいな、でもなんか自分のスタイルじゃないな、最近エアーとかやってるんですよ、はいはい、でたまたま僕ベンアイパー日本であって、こっちでベンアイパーあった時に、うん、実は僕もあのエアーとかこういうの好きじゃないんで、大きい波を上から置いて横にシューッってメイクするのが好きなんで、だから僕はあの審査員をいつも蹴ってるんだけど、スポンサーが来い来いってたまに行くんだけど、途中で嫌になって帰ってきちゃう、うん、帰ってきちゃダメだろあ、すごいね、ベンアイパーさんともうちょっと意見があって、持ち食って死んじゃう人もいるからね気をつけないと、ん、持ち食って死んじゃう人もいるから。あ、餅で思い出した、餅って何個食べます？あ、これ話したっけ、話してない、多分俺だけじゃない、そうだ、うん、餅って何個食べます正月？え、餅好きですか？好き好き、うん、何個食べます？あのほら雑煮とかで、おその時に例えばおかわりって言って、うん、その時何個ぐらい一気に食べれる、食べるというか食べたいとしたら、ああ、4個ぐらいじゃん、4個5個ぐらいじゃん、ほら本当だ、ほら俺もそれぐらいって言ったら、違うんですよ、化け物ですよ。ああ、そう、普通に8個とかないですね。いや、おかしいからですよ、おかしいでしょ。いや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 、普通に8個とかって作れて、そう動けなくなるよね、そんだけ食ったら。1個なんですよ、1個、2個、2個、そうそう、うちの家内もね、ずっとその1個、2個、1個でも1個で1個でいいの、焼くときに1個でいいの、うん、じゃあ2個かなと、2個焼くじゃない、僕大体6個焼けないけど2個焼いたら4つじゃないですか、うん、4つでもういっぱいいっぱいで網が、うんうん、で雑煮に入れてやってる間もうここに4つ乗っかってるんですよマジで。でスープのない磯辺焼きの時はもう12個ぐらいめちゃくちゃ辛いんですよ。醤油に一味唐辛子入れて、ペンチつけてパンってやって食べるんだけど、で10個とか12個とかおかしいって見てるけど、いやうちはちょっと止められるな。止められます。ダメダメ。日本本当に？ご飯いっぱい分よ。
って1個が氷だって言われて、そうよく言われました、ご飯いっぱい分で測ったやついるのかっていうぐらいに。こっちもね、あの醤油で食べたら美味しいよ。確かにね、うまいうまいうまい。よくやればやろうと思ってる。あ、もらいました、あれさ、まさみさんのあのこのコンテナね、締まりがちょっとおかしいんです、あのコンテナだから横にすると漏れるかも。漏れる、もうやろう、まさみでいいですよ、さん付け出して。とりあえずあのセラパンっていうかあれ貼ってあるけど、もうちょっとこの間ね、あれは焼いて唐辛子入れて、ね、そこで俺も家でやります。それかあと焼き魚めちゃくちゃうまい、サーモンだとかサバとか、うんうん、あれかけたら、うん、うわっときちゃう、合う合わないが結構あるんですよ、うん、食べ物によって焼き魚本当に美味しくなる。へー、あとほらカレーライスでもちょっと醤油かける人いるでしょ、うんうん、あれかけるとい美味しいの、本当に美味しいの。目玉焼きも美味しいかもしれない。目玉焼きにかける人いるから、うん、あとあの玉かけご飯にやるといいって。チゲジ。あ、チゲジ。それは美味しいでしょ。卵がこれ入らないから。あ、そっか。できないけど。そっか。あ、もう日本でやってみます。うん、やってください、やってください。ワクズキッチンで。よく見てますね。メガネかけて。ちゃんと見てますよ、僕。俺、ワクさん好きだったもん、ワクさん。いや、またカミングアウトするね。うちの奥さん、新潟人。この人の YouTube、俺好きなんだよ。滑り方がいいの。シャビのトーンが始まった落ち着く、あマジ落ち着く、ああこういう人も喋り最高と思って、もう全然俺結構ほら好き嫌い激しいからさ、あこいつの喋り方カチンとくるな、いつでも言ってて、俺もとあの枠さんめちゃくちゃいい人柄がめちゃくちゃ出てるし、喋ってたらあどういう人なんだなってすぐ分かる。そうですよね、うんうん、そう言って俺が言ってる人もワクズってあるから、あの僕との同年代の人ぜひ見てくださいっつってさ、うん、あイッチーさんも好き、僕イッチーかわいい、若いイッチー、年いったらゆでさん。なるほどね、イッチーさん面白い、ね、あれ面白いキャラだね、あの人ね、うん、で嫌味がないしさ、一生懸命やってるし、僕イッチーさんに一回メールを送ったんですよ。ロックダウンだまだ平均の時に行ったらガイドしてくださいみたいな言ったらロックダウンになっちゃって、行って帰ってもこっちがダメじゃないですか、自分からで向こうもダメになっちゃって、結局話になられたけども、ぜひガイドお願いしますっていう感じでやった。面白いし、あの人キャラも面白いし、やってることも僕が好きなことやってるから、ーバーベキューやったり潜ったりさ、ぼっちでやるんですよね、ぼっちで持ってって冬を越して、そう、越して俺と同じ、本当この人も一人だねって俺いつも思って若い版のゆでさんの、でも誰もそばにいないし、たまになんか釣りやってる人そばにいたけど、あの鶏飼いますって言って、あ食べんのかなと、卵を取ってあれでも買った鶏は食べれない、無理ね、さすがに、いや思っただけでも食べれない、いやいやいや無理、あれ名前も付けちゃいけないし、ほったらかしにしなきゃいけない、僕のメキシカンの友達言ってた、あの可愛がっちゃうと情が入るから、うん、あれはそうそうそう鳥ね、餌あげる鳥、うん、かまっちゃいけない、まあ、でもなんかねそれができないよ ね、 だってね、そこで割り切れないですよね、まあ、もう無理だって、ニワトリだろうが犬だろうが猫だろうが全部一緒じゃないですか、生き物だしね、それはね無理だな、絶対無理、でもメキシカンやりますよね、あやるんじゃないかな、それはもう本当にね野放しして食用としてブロイラー的な感覚でやればまた別なんだろうけど、一回僕ね豚舎で働いてたことあったんですよ、うん、バイトで仕事がすごい苦しくて、僕はねもういいです、僕ちょっとコーラ飲みます、その時に花ちゃんっていう子豚、うわ子豚ね、だなそうで生まれて、このその子だったらすっごい懐くんですよ、ああんでボトンって母親になるために種付けして、ああでお腹大きくなるじゃないですか、ああよく頑張ったねっつって言って子供生まれたらといつもしてくる、ああこいつだけなんでこんなに分かるんだろうかっていうぐらいで、いつも行くとこう寄ってくるんですよ、ああ
で子供を産みました、でも行く末まで見ちゃったら、もう最後までかわいそうでしょうがない、肉食になっちゃうんですよ、もう産めないですね、もっと前って、うん、そう、でもあれ不思議ですね、あの子供を産んで食用に出すじゃないですか、子供、性格変わりますね、豚は。へえ、まあ、やっぱね、いろんなことやってますね。そうですね、だって仕事ないとこれやるしかないから、うん、まあまあそうだけど、魚焼いたでしょ、市場で競りもやってましたよ、僕。へえ、それこそあの刃物研ぎをしながら、はいはいはい、そっちがメインだったんですけど、で早いじゃないですか、養豚場とかっていうのは、うんうん、大体朝の3時4時ぐらいからもう餌まきと掃除があるんで、ああで出荷まですると大体10時ぐらいで、それで買っちゃうんですよ、うん、で市場もまあ大体昼の3時ぐらいまでじゃないですか、ああ朝やっぱ3、4時ぐらい ああ早いですね、でそっからまた刃物の仕事をずっとやってたんで、それをね何年も続けて、ああもう死にそうでしたね。でもそれやらないところ支払いできないから、いやいい経験してますね、でもね、うん、それも宝物ですよ、いや本当宝物ですよね、結局はね、普通じゃできないことをよくやったなと。あ、あれどうですか、あれなんかうちの奥さんがやっててと思って、それからご飯あげるときは必ずここに来てお座りさせて、バーンやってこれやったらご飯あげるっていう風にしたら覚えました。へえ。うわあ。おじいちゃんだそうだけど。ベンさん。ベンさん。本当にベンさんだった。いやー年取ったなー。全然違うね。ショーン・トムソンとかどんなやつだったんだろう。ああ。モデルだったよ。人もね。モデルでかっこよかったんだけど。僕一番好きだったのがトム・キャロル。トム・キャロルね。はいはいはい。オーストラリア。グーフィー。じゃないですか、あの人2016年ショーン・トムソンね、この板はこっち持ってきてます、飾ってます、あ、あるんだまだ、ここに持ってきて本当に、うん、LA に弟にこれは飾りたいから持ってきて、って LA 持ってきてもらって、やっぱこっちに来るときは飾りたいからっつってこっちに持ってきたの、そしたらたまたまベン・アイバーが会えたから、うん、これにサインしてって2つサインしてもらったんですよ、黒で書いてくれないのにブルーで書いてくれたから、ブルーがね飛んできちゃったんです、色がと少し薄くなってきちゃって、ああそういうことね、黒だったら持つのに、黒で83年の書いたの、うんうん、2016年だけど薄くなってきちゃったから、うわ薄くなってきちゃって、頭じゃねえんだから薄くなってどうすんだみたいな僕はどっちかというとベアの方が好きなんですよ、ああはいはいはい、はい、ビッグエンゼのベアを昔こっちでの木のやつ見つけて、うん、バルさん、書いてえな乗らないけど書いてえな、あれね、飾るだけでいいんだよね、あれね、ウッドのね、サーフボードって、うちトレンスの時メゾネットって、うんうん、1階と2階があったんで、うんうん、この階段の手すりのとこにこれ、フィッて貼ってますよ、ここかな、へぇ、その階段のこう、隙間があるからフィッてこう貼って、うんうん、真っ正面に、ドアガサッと開けたら真っ正面に、あ、そう、恋愛パンのこれだ、へぇ、本当は木のね、やつがちゃんと欲しいんだけど、うんうん、乗りもしないのに高いの買っちゃうとね、うん、まあね、 できたら本当は僕はベアが好きなんです、うん、ベアいい、ベアって あるんですかね、本当にあれ架空でしょ、ベアのサーフボードって本当にあったんですか、あるんじゃないですか、カリフォルニアでしょ、うん、ベアって違う、そうです、でもあの詳しくないです、僕も詳しくないです、ただ本当にベアってあちこちで出てたから、うん、あのマークで、うん、アルサボードで、うん、ハワイでも見たから、うん、あのどうなんだろう、ハワイアンクリエーションで売ってたんですよ、もう30年ぐらい前に来た時に、バルサボード、うわベア売ってる、欲しいけど買って帰れないしね、カリフォルニアドリーミングとかね、あとカラパナ、あ、はいはいはい、カラパナもメニークラシックモーメンツ、あの辺リミリ持ってるけども、ハマっちゃいます、うん、昔ありましたよね、上映するのサーフィンの映画、なんか公民館じゃないけどこうちっちゃいところでサーフィン映画っていうの、うん、あった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 、エンドレスサマーに始まって、そうそうそう、あとビッグウェンズデーとか、なんだっけ、あとなんかいろいろあったけどな、僕見たのはなんかフリーライドとかさ、あったあった、あった、あれフリーライドもカラパナです、うまくは
違う、あの一番最初はパブロ・クルーズのさ、ジャッカってあのピアノから入って、はいはいはい、でショーの YouTube ライダーが出て、はいはいはい、ラビット・バーソリムが出て、うん、懐かしいな、かっこいいバーソリムがね、またね渋いのね、あれね、渋い渋い、本当に、いやあったら見たいな、まだね、うん、あれの板は売ってますよ、なんだっけ、あの花柄のやつ、あエディ・バウアー、あそうだ、違う、エディじゃなかったっけ、あそうですよね、花柄なんて、なんとかバーソロム、違うな、エディ・バウアー、いや僕の知ってるのはエディ・バウアー、うん、マルークって花柄があって、そうそう、あそれか、じゃあそれどうするかします、うん、でモデルだけのやつとその彼がシルクスですよ、え持ってるの、うん、売ってますよ、あ売ってるの、うん、キリがないですね、そう昔のやつね、うん、ヴィンテージもので、最近僕が好きなのはジョンジョンだけ、あ、ジョンジョン、ジョンジョンいいですよね、あの人は、あの人の乗り方もどうぞ、生い立ちが好き、片親で頑張って中古の家で、あのパイプマスター撮りましたよ、あ、本当に、うん、へぇー、ジョンジョン今年、去年今年でしょ、今年、この間の昨日か一昨日か、うん、あ、そうなんですか、結構ね、勝ち抜いてたから、あ、行くのかな、メディーナと一番最後、うん、あれがあって、あジョンジョン、チューブライトすげえの聞いて、すごいね、ジョンジョンね、 あの人はすごいよね、天才っていうか苦労してるから秀才になるんですか、うん、だってお母さんに中古板買ってまで、僕はこれでお母さんに家建ててるってできちゃうんだから、うん、へそれがまたすごい、ね、すごいよね、ケリー・スレーターもすごいけど、うん、あの人も一回目の前で見たけど、いやもう別格でしたね、別格だね、僕も見た、誰かやったんだっけ、ケリーと日本人やりましたよね、 あいつはあのカノアでしょ、カノア、カノア、うん、でやって中分に入ってるスピード長さが全然違う、違う、そういうのをいつも見てるから全然それ問題ない、許されるかなみたいな、いや許されるんだけど、なんかあまりにも面白すぎて、そうめっちゃ面白かった、許されるかなっていうか、あれも本当ねそのまま出てきちゃったからね、あの時にね、本音なんですよ、あの考えてこれを使ってやろうっていうのはあんまりなくて、喋ったら喋ったら出ちゃったみたいな、ポロッとでそのまま採用みたいな、そうそうそう、でこれ面白いから使っちゃおうみたいな、そう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 、そ見てる方が笑う、そうもう面白い、言って言って言って、あでここら一応毎日あったじゃないですか、僕も、ゆで先のすごく出てたよね、そう言ったよ、言ったよ、言ってる言ってる、もう楽しくもう。でもあの妻の花がめっちゃ面白かったの、あそう、もう見て見てってもううっさいから、ちょっと待って待って待ってっつって、ちょうどあ LINE が LINE 電話で来たんだ、ちょうどその時に起こされたの、それでなんか寝てたかなんかだけど、朝からすっげえのが出てんだけどさ、楽しすぎる、面白すぎる、これ毎日2本出してるじゃん、もう出したものはもう全然もう見れる時間がない、もう自分が何やったかもすぐ忘れちゃう、もう前しか見てられないから、うんうんうん、え今言っててえなんかやったっけみたいな、あでも見てる人はその放映後に見てるから、うん、タイムラグがあってここで、そう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 、特にねハワイと日本だったら時差があるんで、うんうん、こっち日本のこと考えて配信しようと思ったらなんか変な時間に配信されちゃうから、うんうん、そうだったと思って、本当は今ぐらい向こうでいうやっぱり4時から7時の間、ただね検索に引っかかアップ Google さんがこう認知してるくれるのが4時から6時ぐらいの間だから、携帯にしたら携帯でグッと聞いてね、でもやりながら寝ちゃった、確かにいろんなところでできるから小回りはね旅先なんかでも、本当に眠くなるとここに開きっぱなし、分かる分かる、それ俺たまにあのイラストとか作るときに動くアニメーションとか作る、これ携帯で作るんだけど、これもう眠くなるじゃないですか、もう眠くなる、編集して何回やってもうまくいかない、そうだんだんこれやっていないとかずれてないとかね、あったのアニメのあるとか、ああ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 これはあるある、デケ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 って何俺売ったんだろうってちょっと気がつく、そうそうそう、何売ったのって言ったら押しっぱなしでたまたま動いてて、これがグズ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 、あるある、あれ昨日のドローン飛ばしてるとこ撮ってたでしょ俺の、うん、ドキドキシーン、多分ドドドドってあれやるじゃん見失っちゃって、昨日なくしそうになったんだよドローン、あそう
めっちゃビビりましたよ。サンセット、どこで？サンセットの前、そこで、ピーピーピーって、おやめ飛べよ、分かんなかったってリターントゥーホームやったのに着陸した。やめて、どこにいんの？全然分かんなくて、どうしようって、こう人の、ね、上に落ちてたらもう大変なんだけど、もう焦りまくって手震えちゃって、ちょっとこうぶつかったらプルプル浮いてくる、気持ちわかるって言いながら、どこっていうのは着陸しまって、やめろそれはみたいな、ね、いや、うん、海やめてってみたいな、そう、最後ここに帰ってきたみたいな、ね、もうなんかブンブンブンって、あーよかった聞こえた、あーすくいるいるっつってね、二人で、いやーわかるわかる、どれぐらいのもんね、もうちょい見た。ドローンやらなかったんだね。うん。生きたここしないよね、うん、あれ。毎回飛ばすためにちょっとね、震えながら上げてる。うん。やっぱり、不安で。でも、なんか、ちょっと飛ばせるし、あの、エア持ってるからでかいじゃないですか。絶対大丈夫って頭やったのに、ビビるんだなと思って。当たり前だ、当たり前。